パーベル一世、パーベル一世、パーベルペトロビチロマノフ。年10月1 7 5四年十月一日、ユリウス歴九月二十日から1八百一年三月二十三日、ユリウス歴三月十一日は、ロマノフ朝第九代ロシア皇帝へ、在位。1 7 9六年十一月十七日から1八百一年三月二十三日。シュレースビヒホルシュタインコ、オルデンブルク博としてはパウル。 母エカチェリーナ二世の崩御を受けて、ロシア皇帝に即位する。母ミカドとの確執から、エカチェリーナの政治を全否定する政治路線を取り、次第に、停心の離反を生み、ついには1801年3月23日クーデターによって暗殺された。現在に至るまで暴君、暗君の悪名が絶えない皇帝だが、暗殺により、非合の死を遂げた結果、彼の知性や彼、 個人への悪評は、もっぱら彼の反対派により綴られたものであることに、注意が必要である。1754年10月1日、グレゴリオ歴に、サンクトペテルブルクノで、ロシア皇太子、ピョートル・ヒョードロビチ大公、後の皇帝ピョートル三世と、皇太子妃、エカテリーナ・アレクセイエブナ、後の女エカチェリーナ二世の第一王子として、誕生する。 パーベルの出生にあたっては、ピョートル・エカチェリーナ夫妻の子ではなく、エカチェリーナとその愛人、セルゲイ・サルトイコフ伯爵の愛の子であるという説があり、エカチェリーナ自身が、回想録でそのことを強くほのめかしている。エカチェリーナはピョートルが不能であり、子供を作ることはできなかったと主張しているが、現存するピョートルのエカチェリーナ宛ての手紙の内容は、これを否定するものである。 ブリタニカ百科事典第11版では、風雪、とエカチェリーナ二世の不意調以上の証拠はないとしている。なお、セルゲイ・サルトイコフ伯爵は、初代ツァーリであるミハイル・ロマノフの妹の子孫である。ため、仮に、パーベルの父が彼であったとしてもパーベルは、ロマノフ家の血を引いていることにいる。幼児期に、母親から引き離されて、エリザベータ女帝の下で養育され、 1760年には教育係、東宮府育館として、に聞いたパーアン,ニン伯爵が任命された。エリザベータは後継者であるパーベルを溺愛したが、無分別で無視量な少年に育ってしまったとされる。その一方で、少年時代のパーベルについては知的で要望が美しいとも報告されていい。1771年にチフスにかかり、要望が変化したため、 祖母で賛疑心の強い性格を形成したと言われる。家庭教師のポローシンは、パーベルが常にせっかちで話に熟慮が見られないと述べている。なお、チフスリカンを契機に、パーベルに生殖能力があるのかを確認しようとする。母のエカチェリーナ2世の勧めで、ソフィア・ステパノブナ・ナチャルトリスカや公爵夫人を愛称とし、1772年には、男児、 1772年1794年が誕生している。エカチェリーナ二世は産後すぐに手元から引き離されたパーベルに対して世間一般のような愛情を感じることはなかった。のバッキンガムシャー伯爵が1764年に報告したところでは、エカチェリーナ二世がパーベルを憎みの後にもう一度宮廷クーデターを起こすことの危険性がなければ、 パーベルを殺害しただろうという。一方で彼女はパーアン人という有能な教育係や家庭教師などをパーベルにつけている。ホルシュタイン公を兼ねていたが、1773年にデンマークに活動した。同年、エカチェリーナ2世の計らいで、ヘッセンダルムシュタットハクルートビヒ九生の娘、ビルヘルミーナ、ナターリア・アレクセイ・エブナと改名を皇太子妃として迎えた。 ナターリアが1776年に産塾で死去した後、パーベルはビュルテンベルク広告からゾフィア、ドロテア、マリア不ードロブナと改名を迎え再婚した。夫妻の間には10人の未婚女が生まれた。パーベルは自分が母に暗殺されると疑心暗鬼に陥っていた。自分の皿に割れたガラスが混ざっていると訴えたこともあった。 一方でパーベルは脱権を目指し、陰謀を巡らし始めた。エカチェリーナ2世は、パーベルの主婦であるパーニンハクを引退させるとともに、拡散次会への出席を取りやめさせるなど、政治の場から距離を置くようにした。プガチョフの乱は、パーベルの立場を微妙なものとした。エカチェリーナ2世は、怪獣作の意味もあって17、177年のアレクサンドル、 後のアレクサンドル一世誕生を記念し、サンクトペテルブルク近郊のパブロフスクに領地を与えた。さらに1781年から1782年にかけてパーベル夫妻に対して西ヨーロッパ旅行を直挙した。1783年、エカジェリーナ二世はパーベルにガッチナを与え、パーベルは自らの宮廷を持った。父ピョートル三世同様に、 プロイセン風に偽装させた軍隊を越兵する遊びに熱中するが、それは母ミカドの最も意味嫌うところであった。パーベルの短期で再疑心の強い性格は変わらず、巫女,女たちに対しても恐ろしい暴君前として相対していた。エカチェリーナ二世はパーベルに見切りをつけ、彼を拝着して、孫のアレクサンドルを時代の皇帝たらしめんと望むようになった。 実際に行動に移ることはなかったが、パーベルの殺害以外に方法はなく、エカチェリーナ二世がそれを選ばなかったためとされる。1796年11月5日、エカチェリーナ二世は脳卒中の発作に襲われ、意識を失った。母ミカドキトクの法を受けたパーベルは、ガッチナから東急に向かった。この時に、アレクサンドルにあてて書かれた遺言書を消却する。 機械自体があったという。11月6日、エカチェリーナ2世は意識の回復しないまま放御し、パーベル1世が即位した。皇帝に即位したパーベル1世に政治方針があったとすれば、エカチェリーナ2世の政治を全否定し、その反対を行おうとしただけである。母ミカドによって、シベリアに流刑となっていたアレクサンドル・ラジーシチェフ、シュリッセリブルク監獄に投獄されていた。 ニコライ・ノビコフラを釈放したほか、ポーランド独立派の志士、タデウシ・コシチュシコにも金を与えて、アメリカに亡命させている。母・ミカドの葬儀にあたっては、イシュガエ氏のごとく、意外は、ピョートル三世の皇妃として並んで葬られた。パーベル一世が主導した外交では1798年に、第二次大仏大同盟に参加して、フランスと敵対した後、1801年に、 第二次武装中立同盟に参加して、イギリスと敵対した。しかし、いずれも、国益を考えての行動ではなく、前者はパーベルが団長を務めるマルタキ次第が、フランスに攻撃されたためで、後者はパーベルが、ナポレオン・ボナパルトに感銘を受けたためでった。1797年4月5日、パーベル一世の戴冠式が行われたが、同日にを定めて、 男系男子による定位継承のルールを確定し、女性が定位につくことを禁じた。1800年末、白爵、白爵、がパーベル一世の暗殺を計画した。1800年12月にリバスが死去したことで実行が遅れたものの、1801年3月11日、レオンティ・レオンティ・エビッチ・ベニグセンイル罷免された士官たちがミハイロフスキー城にある。 パーベル一世の寝室に乱入して、彼を暗殺した。パーベル一世の暗殺時に城内にいた息子、アレクサンドルがによって、アレクサンドル一世としての皇帝即位が宣言され、それを受け入れた。愛称ソフィア・ステパノブナ・チャルトリスカや公爵夫人との間の初男子。1773年、ヘッセンダルムシュタットハク・ールートビヒ九生の娘、ビルヘルミーナ。 ナターリア・アレクセーブナと、海明と結婚した。ナターリアが1776年に、三職で死去した後、パーベルは、ビュルテンベルク広告からゾフィア、ドロテア、マリアフードロブナと、海明を迎え、再婚した。夫妻の間には10人の未婚女が生まれた。楽しく、ご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。